ラ・ショモン第一道、ラ・ショモン第三道内の展望台地図、ラ・ショモンは、岡山県新見市総館にある、陥没ドリーネ群中の巨大な天然橋と、昇乳道である。多数の昇乳道やドリーネの点在する、カルスト地形の広がる、あてつ台と呼ばれる、標高約400メートルのカルスト台地上に、位置しており、1930年8月25日に、 国の天然記念物に指定され、2007年には日本の地質百選にも選定された。また、映画八墓村公開当時に作られたポスターの一つに、作中に出てくる落ち武者が、この羅生門をバックにして撮影されたものがある。昌入堂の天井が陥没し、残った部分が天然鏡になったもので、第一門から第四門まである。第一門付近では、 岩石崩落の危険もあるので注意が必要である。第1問は高さ38メートル、幅17メートルのアーチ状の天然橋で、他とは独立しており、上部を通行できる。第2問と第3問は一体に連結していて、道口を3つ有する一つのカルストトンネルとも言える。第4問は吸い込み穴型の長大な小乳道で、約300メートル奥の採用部は、 指定庫になっている。第2問から第4問までが一体に連結している。一つのカルストトンネルで、第4問の奥に吸い込み穴のら小問題一堂があるとした記述もある。ありがとうございます。